いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、お久しぶりです。こちらね、もう、まあ、今から久々に空き宿の質問、空き宿のね解説をしていきたいと思うんですけども、ちょっとね今一つすごく泣いているんですよね。これ今ね、これインスタグラムで質問いただいた画像なんですよ。これみたいなのをパッて空き宿で作る方法を教えてくださいっていう質問いただいて、解説動画を撮ったんですよ。もう撮っちゃった、全部撮った。うん、こういう方法があるよとかで、ツインモーションねこんな感じで作り込んだよみたいな、あえてちょっと気突っ込んだりしてね、雪降らしてオブジェクトもバンバン入れて動画なんかも作っちゃったりしてね。見ます動画、こんなんとかこんなんとか作っちゃったりしてね、張り切ってたんですけども、まさかの撮ってなかったと。久々やかな、なんで久々やったら動画撮れへんの、意味がわかりません。俺らのやり方でいいん、俺らのやり方でもうかぶーくー、マジで本当になりました。もう録画開始っていうのを押すだけやのに押せてなかったということでね。はい、もう皆さんからじゃこれどうでもいいので、じゃあもうさっさと撮っていきたいと思います。はい、まずこれどうやって作ったかと言いますとね、まずはこちら、はい、平面開けます。で、平面に基本的には参考にしたい画像を入れておきますね。で、こっからもう適当にもう針ですね、針は B、 ビームなんで B で設定してると思うんで、まあ大体好きな大きさでこうやって配置します。で、配置したら次選択してコントロール U でこちらの連続コピーの設定をしてあるかと思います。これ右クリックからコピーで連続コピーでもいけますの、まあ間隔決まってるなら展開、決まってないなら増加と展開でみたいな感じでやっていただいて、でこっからはお好きなように、はい、こうやっていくと、じゃあ 3D ではこんな感じになってますね。で、あとはどうしていくのかと言いますと、もちろんこれを反転してもいいですし、同じように縦側に引いてもいいの、いいので、なんせ縦側にも引いてあげてください。こんな感じですね。はい。はい、これで、次がですね、これ、縦横ができましたので、これを次は並べてあげないといけない。縦にね、この1、2、3と。で、コード変更。で、これまた展開でいいので、角が決まってるのでね。こんな感じでいいですかね。はい、こんな感じでやっていきます。でちょっと長いんで、はい、こんな感じでやっていきました。あとはまあ柱を入れていくだけですね。次これまた P 押してピラーですね。でもこれもまた大きさは自由でいいです。でこれ1個できたらまたこれ隠れてるんですけども、はい、でまたこれコントロール U で結局は一緒なんで、ちょっと待って、ああコントロール U で次これ配列なんかでどうですかね。垂直移動距離は0にして、で1回目2回目の入力全部線でこうしてこうかみたいな感じですると、まあ連続でパッて置けちゃいますので、なんでやねん、まあなんでやねんということで、まあこんなこともありますけども、ゼロでこれプラス線だよ、はい、みたいな感じで、こんな感じでどうですか。はい、これが基本的な形になるかと思ってください。はい、で今こうやってレンズコピーとかでやっていきましたけど、例えばですね、今回僕はこのツインモーションとかで作ったみたいな建物であれば、こうやって建物だけをモデリングするのであれば、これ別にコピーにしなくても最初に、まあもちろんフラの設定からこの階高を使ってね、これが1回これが2回みたいな感じで割り当ててきて作ることももちろんできます。ただまあ僕的にはこのコピーの方が使い勝手がいいかと思いますので、こちらの方を推薦しておきます。はい、でここからあとはどうしていくねと言いますか、言いますかって聞いちゃった言いますと、あとはこれね、柱をこうやってまあクリックしてここまで上げたいなとか、あとは、こことかやったらこうやって、
曲げたいなみたいな感じでやっていくと思うんですけども、で例えばこれここだけ穴開けたいなみたいになった時に、これ一回こうやって持っていって、そこはまたこっち側にコピーしてってしないといけないんで、それちょっと面倒だなということで、アーキキャド22かな、23から反映されましたこの開口ツールっていうのがあります。でこれ開口ツール、これクリックを押しますとしっかりと穴が開きます。これ今針にやってますけども、これ柱は無理ないといけない、柱は無理なんですけども、壁と梁には有効ですので、こちらをぜひ使ってみてください。で、これをこうしてやりますよね。で、これもう一個下にも行きたいなと感じでこう行きます。ただこれ今反映されてないっていうか、これまだ消されてない、なんでやって思うかもしれないですけど、ちょっと待っておいてくださいね。で、これちょっと奥にも行きたいんで、このここを押してこれで伸ばします。これまたここまで、じゃあ伸ばそうかな、ここまで削りたいな、連続でみたいな感じなんですけども、でこれどうやってやるのかと言いましたら、これソリッド編集ってありますよね、シフト C でこのソリッド編集って出てきます。これ基本的に上下関係のものですよね。上下関係だったり被ってるものに対して言うと、それに対してこちらは、この X 軸 Y 軸平面方向にですね、ソリッド編集ができると考えていただきまして、プラスを押してから、はい、こういうのが出てきます。じゃあこの青くなってる針をクリックしますと、はい、ここが消える。で次もう一回プラスを押して、ここを押したら消える。でもう一回押して押したら、ああ、ミスった。で今みたいにこの白いのがない状態で押しても何も反映されないんで、ちゃんと反映されてから押してくださいみたいな感じで全部やっていくと、一つの開口ツールで、複数の針やら壁やらを消すことができるということなんですね。これちょっと長さミスってるんで、はいはい、ということでこんな感じで削っていきます。はい、こちらも実際に、まあ、これとかをちょっと斜めに上げてみたりとかね、動画でねちょっと解説しながら作っていたんですけども、こちらは、まさか取れてなかったということで、はいはい、こんな感じで実際にこっちもやってますね。はい、これのただただ繰り返しなんですよ。でこれの繰り返しです。でこっからは僕ちょっと一回作ってみます、作業動画になりますみたいな感じで投げて、もうひたすらこうやってゴリ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 でやって全モーションに持っていたわけです。どうですか、ちょっと内容入ってきましたかね。基本的に先ほどのこの参考画像を見ますと、ボコボコ穴が開いていると。でこれちょっと穴は少なめなんですけども、こんな感じで穴を開けていきたいというのであれば、柱であればこうやって持ってこうやって縮めると、好きに縮めてくれと、針もこうやって持って好きに縮めるとみたいな感じでね、ご自由に動かすことはできます。ただちょっとまあ根気が必要かなっていうぐらいなんで、こちらの方は皆さんぜひね、自分でお試ししていってくれたらいいのかなと思います。ああそんな感じでって言いたくないな。まあ言いたくないんですけども、まあ本当だったら作業動画があったんですが、こっからまあ普通に持っていって、これ配置して、で、こっち側でもマテリアルを変えて、木配置して、雪降らして、オブジェクト配置して終わりです。まあ、簡単に言葉で言っちゃったら、それだけのことしかしていませんので、皆さんもできるかと思います。ので、皆さんもぜひこちらの方を作ってみて、どうですかみたいな感じでインスタやツイッターなどでね、送ってきていただけると僕としては嬉しい限りです。まあ、今からもう一回最後に、動画流れるかもしれないですけども、そちらの方を見てね、ちょっとセナ頑張ったよなって思ったら、ぜひ高評価とかコメントよろしくお願いします。はい、チャンネル登録2000人いったということでね、3000人目指して、学校と両立しながらね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。2 step